パトリック・イエンセンは、スウェーデン・エステル・イエータランド県リン・シェーピング出身のギタリスト、デス・ラッシュ・バンド、ザ・ホー・オン・テッドをエイドリアン・アーランドソンと共に立ち上げた。過去には、セインスやサタニックス・スローターなど、デスメタルバンドのメンバーでもあった。1997年には、ブルヘリアのライブギタリストを務めたこともある。現在は、サイドプロジェクトとして、ウィッチ・リーを立ち上げている。 ザ・ホーオン・テッドでは半数近くの楽曲を作曲しており、ビッチリーでは全曲の作曲に参加、作詞も行っている。アルバムなどのクレジットにおいて、ラストネームのみのヤンセンと記載されている場合も多い。イエンセンは7歳の時にギターを手にしているが、この時はギターを演奏することは、ほとんどなく、ギターを演奏するようになったのは16歳頃からで、ある。イエンセンとその家族は、 当時カナダのエドモントンに住んでおり、そこでイエンセンは3年間ギターのレッスンを受けている。さらに、家族と共に、スウェーデンに戻ってからもさらに2年ほどギターのレッスンを受けた。使用機材として、ESP のギター、カスタムストラットを使用しており、ピックアップは EMG もしくはセーモアダンカンを使用している。ありがとうございます。